人生の意義を見つける、世を捨ててしまっては自分の人生に意義を見出せないかもしれない。人生の意義を見つけるための方法があります。人生の意義を見つけることは多くの人が悩む普遍的なテーマです。正解は一つではなく、人それぞれ異なるものです。しかし、いくつか指針となる方法があります。まずは自分自身を知るところから始まります。それには自分の価値観や信念を理解していることで、何が自分にとって大切なのか、何を信じて生きているのかを明確にすることで指針が定まります。自分の強みや弱みを把握することも人生の意義の発見につながります。自分の得意なことや苦手なこと、才能やスキルを理解することで自分に合った道を見つけやすくなります。これまでの人生で経験した出来事やそこから得た学びを振り返ることで、自分にとって何が重要なのかが見えてきます。そしていろいろなことに挑戦してみることです。今までしたことのないことに挑戦することで新たな可能性を発見することができます。また自分の興味関心に従ってさまざまなことを学んだり体験したりすることで人生の幅が広がります。自分の強みを生かせる活動に参加することで充実感を得ることができます。周りの人と関わることがいかに大切なのかもわかります。家族や友人、恋人など自分にとって大切な人と過ごす時間は人生に喜びをもたらします。さまざまな人と交流することで新しい価値観や考え方に触れることができます。ボランティア活動などに参加することで社会に貢献することで自分が役に立っていると感じることができます。時間ができたらではなく、自分と向き合う時間を積極的に作ります。心を落ち着かせ自分自身と向き合うことで内なる声に耳を傾けることができます。自分の考えや感情を書き出すことで自分自身をより深く理解することができます。自然の中で過ごすことで心身のリフレッシュができます。具体的には目標を設定することが功を奏します。達成したい目標を設定することでやる気が湧きます。大きな目標を達成するには小さな目標を積み重ねることが大切です。目標を達成したら自分自身を褒めてあげることでモチベーションを維持することができます。人生の意義を見つけるには時間がかかることもあります。焦らず、いろいろな方法を試しながら自分にとっての答えを見つけていきましょう。今を楽しみ、コツコツ歩んだ努力の先に希望があります。